ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。今日は、これを買ってみました。大人のじゃがりこ、わさび醤油味。はじめにピリリ、後からじわり。じゃがりこ初のコーティング製法。はじめにピリリ、後からじわり。2段階の味わいが楽しめます。っていうことですね。袋にはチャックがついてますね。まあ私みたいに一度で食べてしまう人には必要のないチャックですけど、で数回に分けられるように閉じられるチャックがついてます。お皿がないのでクッカーの蓋で。普通のじゃがりこより全然短いですね。半分ぐらいの長さです。初めにピリリです。本当に感じますね。後からじわりがよくわからない。まあ、鈍感なんですかね、私がね。どうなんだろう。最初のピリリがずっと口にあるからじわりが感じないのかな。美味しいのは美味しいけど、もっと辛くていいかな。大人のって言っちゃうぐらいだから、もっと辛くても良かったのかなと思いますけども。まあその辺はね、メーカーさんの万人受けを狙ったところなんでしょう。まあね、個人的な好みを言ってはキリがないので。どういうこと？まあ、初めにピリリ、後からじわりのイメージがよくわからない。どういうことだろう。初めにピリリは、まあ、食べたらピリピリするんでわかるんですけど、後からじわりって、このわさび醤油の味がじわりっていうことなのかな。それとも辛みがピリリときて、じわりと辛みが来るみたいなイメージなのかな。自分は後者だと思ったんですけど、まあ後からじわりがよくわかりませんでした。ということでね、これをつまみにして、これからね、お酒飲みます。じゃあ今日はね、これぐらいで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。